h a i l s t orm love bites をお送りいたしました。さあ、2年ぶりの登場になるのかなそうですね。スタッフから聞くと、えー、The Owl, The Winking Owl <laughs> のサニ、えー3人です。よろしくですお願いします。ますボーカルルイ・イーザギターのヨーマ、はい、そしてドラムのケン・ティー。 ケンティー。この三名ですけどね。はい、パロは初めてでしょそう、初めましてなんですよね。初めまして。あの、でも、あのお二人は高崎出身だということで。はい。僕、あのお墓が沼田なんで。群馬県。沼田のちょっと不思感が。なぜ、そこに。あのおじいちゃんとおばあちゃんがそこに眠っていて。あと、前橋にあの親戚がいたいとかね。そうなんですよ。そうなんですよ。で、ケンティーさんは。 34年前かなクロスフェイスのドラムのく君とあなたの話でなんか盛り上がってマジっすかうわ嬉しいですね YouTube とか上がってたでしょクロスフェイスを叩いてみたっていうこともあったしてたこともあって中高生の時ねスリップノートとかもねスリップノート大好きですごいのが出てきたね次の話をしてたゴリゴリのドラマでしたねそうそれを覚えてるんでねありがとうございますでもゴリゴリはもうやめたのゴゴリリなんですけど ちょいいいぐらいですねちちょょっと丸くなってちょいゴリのウィンキーなおの3人ですけど、えー、どうでしたここ2年間何やってたんですかそうですねまああの活動は続けててあの、CD、それはそうでしょうね <laughs> <laughs> だから来たんだね活動はそうですしてましたけど<ー>まあ CD をリリースしたり、まあ、ツアーやったりっていう、はいうん、感じで相変わらずやってましたけど でもね大きいところのそのフェスのねオープニングをやったりとかオズフェストとかもそうそうですねやったりとかワンオクロックのツアーのやつとかもそうねはいどれが嫌だったどれ嫌だった嫌なところをたどんな質問なのかどこやっても最高でしたどこやっても最高ですよねでもねなんかアウェイ感もあるわけじゃない例えばそういうのって逆に好きな方なのそれでも苦手な方なの 僕は逆に好きですけどねなんかやってやんなきゃみたいなそのうち自分のフェスやってやるんだみたいなそんなやぼうがもちろん出てきたりとかどうなんでしょうかねいやだから聞いやいやいやそんなルイザ・ヨーマ・ケンティーなんですけど ニューシングルをリリースしたということで3曲も入ってるシングル曲も入ってますこれはなんで3曲も入ってるのどれかが当たるかなみたいな3曲入れるときはどれかが当たるかなみたいな言い方の問題だと選べないってことあるじゃんデーブだってお店に行ってこの子もこの子もこの子もいいっていうそういうことでしょ僕はピンンポイト選ますすよ本当でか 三人はななのんでそれぞれでじゃあ今回の3曲の中だったらそれぞれどの曲がいいと思ってるんですかあ難しいっすね。でも全部もう間違いないっていう体で選んだんでなるほどねその上でそういう話してなかったっすね。そうですねちょっと決めてもらっちゃっていいっすかね今一人ずつはい一人ずつはい。 じゃあ、僕はそうですね。ドリームセーラーですかね、三曲目の。え、僕も。言おうとしてたんですけど。ドリームセーラー、三人ともドリームセーラーなのに。かける曲はトライじゃないああ、そう。じゃ、ドリームセーラーかけましょうよ。俺、レコード会社と違うわけだよ。考え方が。もしくは。 かからなないいかからここれ選んだってこともないですかでも気,にな気になってしかないみたいな, <laughs> な後で聴いていただくみたいななるほどね,ほどねはい <そう S 1> これレコーディング曲作りはどんな感じでやってるんですかう <ん S 1> そうですねまあ今回結構時間はかかっちゃったんですけど <うん S 1> まあかなりの曲数を作ったんですよね <うん S 1> で前作から今まあ新しいのを出すにあたってまだ方向性もこうあまり見えてない状態で始まっ てしまって、始まってというか、決まってないわけ。はい。で、トークで行くのか。そう。サンバで行くのか、なんかそういう。そうですね。ああ。なので、うん。まあ、こう、いろいろ作りながら。を決めていった感じなんですけど。結構、それぞれでいて、持ち寄るのが多いんですか。それとも、三人で一緒になって、なんか進んでいくのが多い。曲は、今日、僕は作ってるので。基本的には。そうですね。なので、あの、まあ。 でも、デモをまず、自分で一人で作って、うん、それをみんなに聞かせて。うん、で、その中から、これやってみようかっていう感じで、うん、顔色を伺って。そうっすね。顔<色> <laughs> 聞いた時ね、みたいな顔して、たらかおされっかなって言って、<laughs> <laughs> これ違うかみたいな。<ー>別な曲、はい、<ー>みたいな。そういうのって、やっぱりもう、ね、ずっとやってきてるからないと思うけど。ちょっと照れくさいってあるんですか、最初に、この自分のデモを聞かせるとか。 ままあありすね特にあのなんか今までと違った感じの曲とかを聴かせる作ってみたんだけどっていう時が照れくさいっていうのはやっぱありますね。歌詞の部分っどうですか決めてから「私こうやって書てきちゃったけど」みたいなそういうのはないあのものによってはありますね。んか恋愛系とかあまりこう話さないよねみんなには話さないからそういう事情を歌詞なんかこうフィルター落としていこう。 読まれるとちょっと恥ずかしいなってもあります。なるほどね、歌ってみると、ちょっと違うけど、文字になってると、またね。そうですね。チュキチュキとか書いて。恋愛関係を。メンバー同士で話さないわけですか。そや、まあ。個人的な話。後になって、後日談として、できてから、作品ができた後に、こう聞かされること。はあったりしますね。実は、あの曲、書いてるときとか。あ、本当。 どれ普段どラでしょういやそうですかツアーで回ってる時ってもうみんなバラバラなんですか行動ですか行動とか飯食べに行ったりとかあったりバラバラな時もあるしあんまり仲良くはない どこ情報なのどうなんですかね他とあんま比べたことないから。でもみんなふわっとしてるんで、なんか割と、なんていうんですかね自由。行きたいときは行くし、行かないときは一人みたいな。まあ、ずっと一緒にでも疲れるときもある。 いいいやあるかもしれななじゃないです,かかすよ、ね、地方行ったりするとね、スタッフと一緒にいるのがもう嫌にしょうがないみたいな、もういいか減に一人でいたいみたいな。疲れるっていうか、一人の時間も欲しいなっていう時もあるいで、ね、すよね。さあ、そんなわけで、生演奏もしてくれるわけですけ <laughs> ど、んなわけです <laughs> <laughs> か生演奏は前の曲になるわけですけど、Bloom という曲なんですけど、はい、これはどんな曲これはそ 恋愛関係がではないですね。た曲ではないです。はい。挫折してしまった歌っていう。そうです。別れた後の歌とか。そういうことでもいいと思います。暗い歌らしい。ちょっと泣いてい。言い方の問題よと。ちょっということなんですけど。はい。準備していただいてよろしいでしょうか。 ええ、三十分ぐらいかかるので、はい、そんなかかるの。ね。でね <laughs> ボーカルのルイーザと雑談でもしてます。え <laughs> 最近誰と付き合ってるんですか。最近。<laughs> <laughs> <laughs> 言ってもわからない <laughs>。言ってもわかんないか。<laughs> <laughs> <laughs>

そういうのも好きな人もいるし。そうね。そう、ベッカムみたいなハンサムはなんかちょっと声高かったりするじゃん。あ、ベッカムもうちょっと。もう古いよね。知らないよね。そうだね。ベッカムってめっちゃイケメンのイギリス代表のサッカー選手がいたんですよ。で、彼がね、意外と声が高かったんだよね。みんなありがとうみたいなね。何でしたっけ。 日本語も喋ないしねいい加減トークも飽きてきたので,でんん準備はよろしいでしょうか、はい、?OK でしょうか ?THEWINKING OWL3 人生演奏お願いします。 Slow to all this we know to find ウォーブ・ルームという曲をお送りいたしましたけどいいねうん季節外れですけどねブルームねうんまあ秋ですよそういうまあやってる人も枯れ始めちゃう枯れてる男のからねちょうどいいかもしれませんさあそんなわけではいウォーブ・ルームこのあとツアーとかあるんでしたっけ 今回はツアーはシングルなんでやらないんですけど、また来年ですかね。年末の予定とか。近い時間やるのは何かありますか近いところで見れるっていうのは。例えば12月5日とか。ご存知いただいてる。そうそうそう。言わないなと思って。12月5日に渋谷のオークレストというところでライブがありますので。もしよかったら。 12月のあ、カレンダーがない、12月5日て何曜日だ ?12 月5日、水曜日になりますか今日発表したところですね。あら、なるほど。12月5日。ライブ収めですよね。あ、本当今年はもうそれで収めなの早い段階ですが。なるほど。来年に向けて、年末はお休みですかじゃ年末はもうひたすら寝て、来年に向けて体力を。寝て、体力を。寝ないと思いますけど。なるほどね。 普段三3人ともなな何かにこう最近ハマってるものってあるんですかはまっ音楽以外に、うん、音楽以外に何、まあ、かやってること。<る>え、音楽になっちゃう私。あ、そっか。音楽だ。<laughs> 音楽になっちゃうまあ、おえっと、音楽でも。でしたっけ 私、あのギターが全然弾けなかったんですけど今、ギターをああの、のそう、アコースティックギターとかそういうの絶対無理なタイプだったんですけどちょっと弾き方りしたいなって思い始めて一生懸命あの、練習してるさっっきも言た中のスタジオの外でそうなってくると変わってくんだろうね自分で弾きながらだとね多分ね いででたりとか背中そういうサインのバルドは私に。ギャグに言うのは歌を歌うかなみたいそれも本当にちょっとやってはみたいですけどね。ああんまり。 声が、喉が弱いっていうか全然出ない。自分的にすぐ声変わんですよ。歌えばトレーニングすれば何とかなるじゃないですか。トレーニングといえば。じゃないまあ今ハマってることで言うと筋トレにはまってますかね。筋トレにはまってる。ああいうのさ、よく聞くんだけど、どんぐらいやんのジムに行って。ジム結構2時間ぐらいやってますかね。 みんな結構そうやって行くと2時間ぐらいやるんだ結構2時間半ぐらいは滞在してますからね自分にホントまあちょっとダラダラはしてますけどウェイトを持ち上げるわけそれはまだそんなやってないんですけどいろんなマシンを一通りやったりとかしてまだちょっと初心者なんでティーはケンティー私はなですかね食べる ことが好きなんですけどその中でも結構辛いものが好きではい、激辛好きなんですよじゃあ名古屋行くと店必ず行あもちろん行きますねあれ行ったんだよねそうこの間行ったのでミュージシャンやっぱツアーだと必ず店行くって言って行ったのそしたら外出たとこにボーンズがいてあ本当だと思ってボーンズ毎回行ってるっていって出りますよ出たらいてあジューシーだと思ってあ本当だと思ってね 台湾ラーメンですよね。辛いやつ。辛いですね。裏メニューもあるんですよ。イタリアンっていう。からまあ辛さが倍ぐらいになってて。イタリアンっていうのはい。で、薄いのはアメリカン。あそうなの辛さ控えめってのがあって。実はメニューに載ってないやつがあって。あ本当。それをいつも頼んで。あ辛いやつ他のメンバーは辛いのに平もそんなにいけない苦手ですけど好きですね。ああ。 ね、まあそういう方多いですよね、うん、多分苦手、うん、だけど好きとが食べるところまではいけないかな死んじゃう死んじゃう、ゃう <laughs> 結構病気レベルかなんかあんま辛いと美味しいのかよく分かんなくなるから辛いのって痛みだっていうからね痛み数学

たらされないけどたらそうがあらす方がたらしてあげる方だよどんなイズらすかでらしたら切れるっていうさあやっぱそっちじゃないあやっぱそっちじゃないからなぁ勉強になります今日番組のアンケートってありえないバッティングあるかないかありますなんかえっと付き合ってる彼女が俺の友達と手つないで歩いてるところあっちゃったとれ俺の話なんですけど。 中学生のの時にねいすそううありまバッティングセンターとかありえないかバッティングセンターとかバッティングセンターは嫌あ俺、亡くなっちゃったエビスのバッティングセンターでホームラン一回エビスのあったのバッティングセンター。ホームラン出したんだけど、カリンが誰もいなかった。シンターがもらえなかった。もらえなかった。商品。 えー、さあこんな感じで大丈夫なんでしょうかね。<laughs> 面白い話な失礼す。ありがとうございます。ねえだ近いところで12月5日のお、はいえー、ライブをオークレストにいて。オクレスはい。ぜひ遊びに行っていただきたいと思います。よろしくお願いします、えー。ニューシングルの方は11月7日にリリースされてるということなんですけど、うんえー、その中から「トライ」という曲お送りしたいと思いますこれはどんな感じの曲なんでしょうか。これはもう。 未知なる世界へ挑戦しようぜっていう未知なる世界へ挑戦する。そうとりあえずまあやってみようよ挑戦してみようよっていうあの前向きな曲になってます。うんじゃあさっきの曲よりはもうちょっと明るい感じで変えれるかなということになります。180度いい感じに。いい感じです。ねあでさっきのも良かったですよ。良かった。別に。 心が洗われたような、この冬のなんていうの、ピーンとした透明感ね歌声で、綺麗になったところで、来年は、来年の野望はどんな感じなんでしょう見せですね、来年は筋トレして、はパワーつけて、細まになりもうライブですぐ脱いじゃう、もう見せたい、裸に革ジャンで。 そういう人いいますもんねそうう人になっていただいてそういうキャラになったらでもな暑苦しいっすよね絶対いやいやちょっとバンドもちょっと違う雰囲気になって面白いかもしれない裸になってギターかけてその上からシャツ着るみたいな新しいよねそれちょっと脱いだんだけどもう一回シャツ着るみたいなそうそうそうストラップ見えないみたい スロップ隠せますね。ちょっと試してみますか。もうちょっと頑張って期待もするんで。はい。仕たい何ヶ月か。はい。12月い日場所どこでしたっけ。オクレスト。シビアのシビアのシビアのなんなんだっけ。オークレスト。オークレスト。はい。わかりました。ええ、ぜひともええお時間のある方チェックしてくださいということで、ええ、The Winking Owl の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。